加計学園の獣医学部新設問題をめぐって民進党は先ほど前川前文部科学次官を国会に参考人招致するよう求めましたが与党は拒否しました中継ですはい民進党は総理の意向などと書かれた文書は存在するとして構成を強めていますやましいいいことがないののでであれば、えー、国民の疑念をををすためにも本人を呼んで事情を聞いて ことの真相を明らかにすべきだと委員会の運営に関して行政からですね意見を申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います民進党は加計学園の問題をめぐる一連の文書について改文書といって無視できるような代物ではないと強調しました与党側が拒否した前川前次官の国会への参考人招致が実現しなければ 民進党は加計学園疑惑調査チームのヒアリングに呼んで話を聞きたいとしています終盤国会で与党はいわゆる共謀罪法案の成立に全力を挙げる構えですが野党は加計学園の問題を追及することで安倍政権にダメージを与えたい考えですある民進党幹部は官邸も相当焦っているんじゃないかと強気です 加計学園の問題をめぐり野党の追及が一層強くなる中で政府が納得のいく説明ができるかが焦点となりそうです。